はい、不思議な振動チャンネル。はい、皆さんこんにちは。この不思議な心臓チャンネルでは、さまざまな心臓の働きとかですね、後々病気とか、心臓のことが全てわかるような、そういうチャンネルを目指して解説しています。で、改めまして私、弓のハートの萩原です。そして本日もゲストが蓮太郎くんです。こんにちは、中学1年生の蓮太郎です。お願いします。で、今回のテーマ4話目になりますけれども、ここに書いてある心臓の血管、大血管とか、あとは動脈、あとは心臓を養う血管、冠動脈についてお話をしていきたいと思います。はい、心臓もやっぱり筋肉なんで、心臓を養う血管っていうのが必要になります。心臓の筋肉を養う大事な血管ということで、実は名前が冠、冠動脈っていう名前がついてます。冠の動脈、重要な意味っていう意味です。これが心臓の右側を流れる血管、右の冠動脈っていうのと、左側は2本に分かれていて、左の前の方を養う、前を行って下を行くっていうことで前下行枝っていう血管と、左側をくるっと回る、回旋する血管っていうことで左の回旋枝っていう、主には3つ重要な血管があります。この血管だけを見ちゃうと、単純なように見えますけれども、心臓というのはやっぱり大事な臓器だから、ネットワーク、十分に血液が行き渡るように、さまざまなネットワークが張り巡らされています。右の冠動脈だとこうネットワークが張り巡らされていて、いろいろ細い血管に分かれています。左の血管も前下行枝と回旋枝がやっぱりいくつも枝分かれをしていて、ちょっとぐらいこう血液の流れが悪くなっていてもバイパスをしてこう、お互いがこう補完する、サポートするようにこうネットワークが張り巡らされています。ですから、こういうふうに心臓の筋肉を養う、まずは冠動脈という重要な血管があるというのがここの絵からわかると思います。そしてこれは、心臓というのはこの心臓の筋肉を養うだけではなくて、全身に血液を送り出さないといけないので、心臓の血管、大血管っていって、さまざまな血管が心臓からは流れるようになっています。例えば、蓮太郎君は脈を測るときどこで測ります？ね、手首、例えば左の手首だとすると、そこに血液を巡らさないといけないから、それがどこから来てるかっていうと、例えば左の手首にはどこから血液が来てるか、これは大動脈という太い動脈から、今言ったのは左の手首に行くのはどこから行くかというと、左の鎖骨下動脈、ここですね、 大動脈から左の鎖骨下の動脈を伝わって手首に行く、こういうふうに動脈が張り巡らされているわけです。それ以外に大動脈からは左の鎖骨に行く鎖骨下動脈、そして今度は左のこう頭ですね、頸動脈っていって頭に血を張り巡らせる左の総頸動脈で、右側は同じような感じなんですけど、右の動脈からこう右の鎖骨下に行く動脈と、やはり右の頭に行く頸動脈、その前にこうここは腕頭動脈っていって、主にはこう3つの大事な太い血管が流れてます。それが首の方に行く血管ですけども、それ以外に今度は動脈の下の方に行くと下行大動脈、心臓を下に巡らす動脈っていうことで、これはどういうところに血液が行くかっていうと内臓ですよね、胃とか腸とかに血液を栄養を送る血管、そして一番下の方になると足、1話目でもお話しましたけども、例えばこういうところの血液の流れが悪くなっちゃうと血液が足に十分にいかなくなっちゃう、最初にお話した通り酸素がいかなくなっちゃうから、悪いと血液、足が腐っちゃう、そういうような意味でも大事な動脈になります。こういうふうにこう心臓から張り巡らす血管っていうのはもうネットワーク、もう
もう様々な細い血管までネットワークが張り巡らされていて、こう末梢っていって先端まで血液を送り出さないといけないから、まあ、すごく細かいネットワークが張り巡らされているわけです。じゃあここで1問目の質問になります。はい、これは今お話した通り、血管というのはいろいろなところにネットワークが張り巡らされていると言いましたけども、じゃあこの一人の大人の成人がその血管をつなげるとどれぐらいの距離になるだろうか、まあ、そういう質問になります。まあ、A が東京タワーですね、まあ、約330メートルぐらい、そして B が那覇から札幌まで、まあ、直線距離ですね、まあ、これは那覇からだと4000キロぐらいになるでしょうか。そして C がこれは地球2周半、まあ、すごい距離ですよね、何十万キロメートル、まあ、その3つ3択のうちどれぐらいになると思う？そんなに長くないと思うので、 A の東京タワー。東京タワーね、東京タワーっていうとさっき言った通り330メートルぐらいになります。でもこれは人間の血管っていうのは実はもう毛細血管っていって、すごい細い血管まであるので、とんでもない距離つなげるとなります。実はこれが地球2周半、もう何十万キロ、それぐらいの距離になるっていうのが、まあ、驚く数字になります。その中で心臓を養う血管が、まあ、特にっていうわけじゃないですけども大事な血管になります。そこでもう少し心臓を養う血管、冠動脈についてお話をしたいと思います。まあ、これが最初にも出てきた心臓を養う血管、冠の動脈、冠動脈っていう名前がついています。まあ、先ほどお話した通り、右側の方を流れる右の冠動脈、左側の左の前下行室と回旋室っていう、まあ、主に3つの動脈があるわけです。まあ、そうすると、まあ、例えばこの血管ですね、右の冠動脈が詰まっちゃうとどうなっちゃうでしょう？そこもちょっと血が巡らなくなっちゃったり、通んなくなっちゃう。ね、通んなくなっちゃうと筋肉はどうなっちゃう？血が回らなくなって動かなくなったり。ね、そう、血管は何のために必要かっていうと、酸素を送るために必要だから、ここの例えば心臓の冠動脈が詰まっちゃうとどういうことが起こるか、ここの右側の冠動脈っていうのは、まあ、主にどこに栄養を送ってるかっていうと心臓の下側になる。ですからこの心臓の下側を養う右の血管が詰まってしまうと、心臓の下の筋肉が壊死、まあ、死んでしまうわけです。筋肉が死んでしまいます。で、今度は左の冠動脈が詰まるとどうなるかっていうと、左の冠動脈っていうのは主には心臓の前を養ってるから、心臓の前の方の筋肉が壊死を起こしちゃう。まあ、そうするとどういうことが起こるかっていうと、まあ、心臓は血液を送り出すために必要なポンプになりますから、ポンプとしての機能ができなくなっちゃう。そうすると十分に血液を送り出せなくなっちゃうから、もちろん心臓の筋肉は壊死を起こしちゃうし、心臓の筋肉が壊死を起こすことによって十分に血液を送り出せないから、まあ、そういう意味で非常に重症になっちゃうわけです。ですからこういうふうに冠動脈が詰まってしまうと心筋梗塞って言って、まあ、重症な病気になっちゃいます。まあ、ですからこれを僕らは血管をなるべく詰まらないようにする、まあ、そういう努力が必要になるわけです。これは狭くなった血管を示していますけれども、一番上が正常な綺麗な血管、そして2番目が血管が狭くなる、これは動脈硬化って言って、レンタロウ君はコレステロールとか、例えば悪玉コレステロールとかって聞いたことある？はい、ある。で、これは悪玉コレステロールっていうのは、ここに示したように血管を狭くする原因になっちゃいます。まあ、悪玉のコレステロールが血管に溜まってくると綺麗な血管がだんだん狭くなっちゃいます。まあ、それが最後にこう狭くなるだけじゃなくて、もう詰まってしまう、血管がもう完全に閉塞、詰まってしまうと、さっきお話したような心筋梗塞っていって、まあ、血管に血液を十分に筋肉に送り出すことができなくなっちゃう。
まあ、こういうことが心臓の中で起こると心筋梗塞を起こすわけです。それは血管が一回詰まってしまったりしたら元に戻ることとかはないんですか？そう、自力でなかなか元に戻るっていうのは難しいんですけども、例えば僕らは救急の患者さんで心筋梗塞の患者さんが救急に来たりすると、まあ、どういう治療をするかっていうと、こういう血栓ができて血管が詰まったところにこうステントっていって風船みたいなものを入れてあげて、それでこう広げてあげる、狭くなった血管を広げてあげると、いっぺん狭くなったり詰まった血管を広げることができるから、まあ、それは時間との勝負になりますけども、もうなるべく早く救急に来ていただいて血管を広げてあげる。そうすると心臓がこう壊死を起こす前に助けることができる。でも何よりも僕が大事だと思うのは、こういう詰まらなくする、血管が狭くならないようにするっていうのを日頃の努力として心がける、まあ、それが僕は重要じゃないかと思います。まあ、1番目から4番目までは心臓の構造とか筋肉とか脈の起源とか血管のお話、これを4部作でお話をしました。まあ、次の第2シリーズでは、まあ、様々な病気、まあ、どういうふうな病気があるかとか、まあ、そういうどういうふうに予防ができるか、そしてどういう治療ができるか、まあ、それについてこれからもお話をしていきたいと思います。まあ、そういう意味で蓮太郎君、まあ、これからですね第2シリーズに向けてまた頑張っていきたいと思います。またよろしくお願いします。お願いします。まあ、ぜひ皆さんチャンネル登録をして、まあ、これからのシリーズを楽しみにしていただきたいと思います。どうかよろしくお願いします。